フヤジョ MP3、MP3 は、イタリアのピアッジオが製造販売している、前輪2輪、後輪1輪のトライクである。2006年より販売されている 125cc の3輪スクーターで、基本構成は、他の MP3 となんだ変わりはないが、フロリダと同じく、リアホイールが14インチに設定されている。日本での販売を予定していたものの中止となった。 ピアジオ車制クオーサーエンジンを搭載し、シート高も 780mm で3輪ともあってかスタンドなしで駐輪できる。フロントホイール、リアホイールとも22インチに設定されている。スクーターとほぼ同じ走行感覚が味わえる。アクロでの走行に威力を発揮する。日本では普通自動二輪車に該当する。2009年1月より RL から モデルチェンジした。RL のフェイスリフトモデルであり、基本構成は RL と同じであるが、リアホイールが14インチに変更されている。2008年よりヨーロッパで先行発売されている。基本構成は変わっていないが、前輪のトレッドは4 6 5ト、mm、ルである。今回発売予定は日本仕様ということで普通四輪車の免許が必要とされていたが、 計二輪登録となるため普通に輪車免許が必要となる日本では2010年9月初旬発売。ピアジオ車制マスターエンジンを搭載し、最高出力は 34HP、最高速度は時速 142km。エミッションはユーロ3をクリアしているため、ハイパワーを求める人のため開発された。フロントホイール、リアホイールとも22インチに設定されている。 日本では普通自動二輪車に該当する。2009年1月より RL からモデルチェンジした。RL のフェイスリフトモデルであり、基本構成は RL と同じであるが、リアホイールが14インチに変更されている。2008年よりヨーロッパで先行発売されている。基本構成は変わっていないが、前輪のトレッドは4 6 5ト、mm、ルであるため、四輪免許が 必要となる。日本でも2009年11月の発売を予定していたが発売中止となったため発売は未定。2007年より発売されている 500cc の三輪スクーターで基本構成は他の MP3 と変化はない。フロリダと同じくリアホイールが14に設定されている。日本未発売。世界初のハイブリッドスクーターで2台のパワーユニットで あるガソリンエンジンと電動モーターを備えており燃料にリチウムイオンバッテリーを搭載したプラグインハイブリッドモデルである充電も家庭コンセントで充電できるパワーモードチャージモードエレクトリックモードリバースモードの4つのモードを備えているこれらはハンドルのハイテックボタンで操作できるモーター駆動で更新も可能 日本では 125cc と 300cc が2010年9月初旬発売。2011年より発売されている 300cc の三輪スクーター。従来の MP3 より小型軽量化され取り回しやすくなっている。2007年3月に日本で MP3250RL と MP3400RL を発売開始。普通自動車免許。 大型自動車免許で運転することができ、維持費が普通の二輪車と同等であったが、二輪車経験のないものによる転倒、他車や障害物との衝突による重傷や死亡事故が問題となったため、2009年9月1日より、道路交通法施行規則の一部改正により、当車種のように左右の車輪の間隔が 460mm 未満であるなどの一定の構造を有するトライクは、 その運転特性から、側車付二輪自動車に該当するものとされ、保安基準も二輪車のものが適用されることとなった。これにより同日から、廃棄量に合わせて、大型自動二輪車、または普通自動二輪車免許が適用となり、ヘルメットの着用なども必要となった。すでに所有していたものに対しては経過措置として、特定二輪車限定免許の取得が1年間猶予された。 ありがとうございます。